Brahma nos va a tablar el vino, sino que yo la malenga de si mano también hay en él. Y a mató y si quiera, pamedo, mayor.鹿児島と奄美大島との真ん中に横線を引く。その南半分の海上に針の先でつついたことの小島が点々と8つ並んでいる。トカラ列島だ。その中の一つ悪石島は周囲12キロの尻尾家の島に、 高さ600メートル余りの御嶽を主峰とし、5つの岩山が海上から起立している。山の7合目から上は強い風のため、笹だけが注げ立ち、中腹から山裾にかけてガジュマルの林と蘇鉄畑。七島灘の土塔は一年中島を巡って荒れ、 のこぎりのような暗礁がそこの浅い丸木舟以外は島に寄せ付けない。この島の人たちのなりあいはカツオ節だ。丸木舟に帆を立てて、鉄線の先に疑似餌をつけカツオを取る。釣り上げたカツオは頭をはね、綿を取って蒸した上、天日に干して 鰹節を作る。出来上がると損益に託して鹿児島に送り換金する。だが現金を手にすることはない。鰹節を売ったお金で日用品の購入を頼む。島にないもので麦、醤油、タバコ、マッチ、黒糖に塩、 たまには子供にと菓子も頼む。島には店がないので、その船便に託して必要なものを買う。鰹節の代金と差し引きするので、手元に現金はほとんど残らない。唯一の本島との交易の手段である損益船、豊島丸。月 2度の来島である。が、七島灘の恐竜に阻まれ、予定通りには運航しない。船が来なければ鰹節も売れない。日用品の購入もできない。麦、泡もなくなり、主食がさつまいもとソテツの団子ばかりになる。島の主食はさつまいもが5分で、 あと、泡と麦が3、4分。足りない分を蕎麦やソテツで補う。米はめったに食べない。祭日や病人用くらいである。島の子供たちに一番食べたいものはと聞くと、揃って米飯という。子供ばかりではない。島の人、 みんなの気持ちである。タンコメンメシウクーダドン、ユナカタチュウモスナ。米の飯食べたが、助からなかったという人の死んだ時の挨拶だ。島の生活は非常に厳しい。 島では、島のこと一切を取り仕切る壮大な尊敬される。それから、神主である大井戸、それに年始婆と、三婆と医者を兼ねた蝦夷婆。年始婆は祈祷し、雨が降らねばを払い、台風といえば祈祷。自然の恵みに薄い島では、神様ぐらいは味方にと。折々の神祭りは欠かせない。 すべて神様のお示しのままだ。
言うなら神ながらの島とも言える。年芝がネズミ様はどうじゃな、一番気になることだ。島にとっては大ネズミの上陸は死活問題なのである。竹の実の豊作には必ず数千匹のネズミの大群が来襲する。竹は20年から60年に花が咲き実をつける。その竹の実をネズミが食べに上陸する。島の一大事である。猫ほどの大きさのネズミは横につながり、それぞれ前のネズミの尻尾を噛んで重なり合うように海を渡ってくる。島に上陸するとまず大好物の竹の実を食べ尽くし、畑の芋や雑穀を平らげ、家に入っては貧しい食料をかすめ、ガジュマルまで根っこから噛み倒し引き上げる。すると島はたちまち飢饉だ。ソテツ以外に食べるものがなくなってしまう。毒まんじゅうやネズミ捕りを使ったことはあるが、数十匹は退治できても後のたたりの方が怖い。猫を飼ったが肝心な時になるといち早くガジュマルの木の上に対策してしまう。イタチを飼っても数量で圧倒されてしまう。ヤギはネズミの猛襲に遭うとショックで生殖能力を喪失してしまう。鈍感そうな牛ですらノイローゼになってしまう。島ではネズミ様と呼んで、これが一番怖い。島には犬はいない、馬もいない、米が作れないからカエルがいない、カエルがいないからヘビがいない、イナゴができないからスズメもいない。竹を利用しての焼き畑で泡など作っている。陸島も作っているが、何せ平地が少ない。鶏は羽ばたいて地上で卵を産む。島のごちそうの茶碗蒸しはこの鶏との追いかけごっこで始まる。子供たちの仕事であるが、見つけるのはなかなかで、青年たちはいざ結婚となるとその資金を稼ぐため、島で最も荒々しい岩場に潜り夜光貝を取る。結構高く売れるが、その岩場にはサメが待ち構えている。海での漁といっても霧映えという視界を遮る時期は漁も畑仕事もできない。小さな離島の宿命である。ある夏の初め、見かけない背広姿の若い男が島に上陸した。鰹節を買いに来たという。しかし島の青年たちはこの男を警戒した。男が身につけている都会風と俗細なさが青年たちの不安をかきたてたからである。それでも娘たちの関心はその日からこの男に集まった。野良仕事の合間にソテツミの集めの時に、潮汲みのおしゃべりにも、寄ると触るとこの男が話題に上る。男は屈託なさそうに浜で鰹節作りを手伝ったり、時には親手と呼ぶ共同作業にも気楽に出てきたりした。
台風の季節が来た。ガジュマルの木が倒され、丸木船が飛ばされ、家も潰される。その台風が過ぎた翌日、男は目ざとく老後と暮らす若い娘シノの壊れた家の修繕に現れた。どの家も自分のところの修理で手一杯な時、母子二人の家には男では大変ありがたいことだ。男は立ち木を切り出し、家の支えにし、当面の補強を手早くしていった。親子は男の行為に感謝し、葬祭用のだれ飴、焼酎を振る舞った。それから男は何かと頻繁に来るようになった。いつしか親子二人は男が来るのを心待ちするようになった。男の目的は美しい若い娘、シノだ。そんなことに親子二人は気づくこともなかった。男の恋の企みを見抜くには親子ともあまりに純真すぎた。やがて男とシノはガジュマルの木陰で赤い実のソテツ畑で、スポンダニの岩陰で慌ただしい愛せを重ねた。ある夜、シノと男は総代を訪ね結婚を申し出た。総代殿、面目次第もございません。ぜひ二人の結婚のお許しをお願いします。ですが一応頼まれた武士を大島に下ろしていきたいんです。結婚式も稼いでこんな何もおさん、式は帰りましてから。男はいつの間にか丸木船一艘分の鰹節を買い集めていた。孫栄船豊島丸が来た。そのなせがよいの孫栄船に乗り込む男を見送りながら泣くしのに、総代は、なあね、すぐ帰ってくるわい、泣くことはなか、思うたよりよか男のござる。にゃ、帰ったら式はすぐたい。17歳を迎えたばかりのシノ、色白で黒目がちの大きな瞳、笑うとえくぼができる島一番の美しい娘だ。遠のく孫栄船をじっと見つめるシノ、ぼーぼーっと船は海原に消えていく。シノはいつまでも海の彼方を見つめていた。だが男はそれっきり二度と島には戻ってこなかった。待ちくたびれて地面の底が抜けたように力なく泣き伏し続けるシノ。シノは身ごもっていた。総代はたまりかねて奄美大島に渡った。しかし聞いていた住所はでたらめで、鰹節屋も頼んだ覚えはないという。島に戻った総代は言いようのない怒りと不安が交差する中、両の手は固い拳を作り、鉛色の海を睨みつけて、あんちくしょうのこざ、
今日限り諦めたがよかぞと総代は吐き出すように言った。総代の話を聞いていた志野は黙って奥の南部に入り、ひーっとしみるような悲しい泣き声が響いて、いつまでも鳴り止まなかった。バカな女子じゃ。庭先で黙々と石臼を引きながら聞いていた老婆のめいた目から涙が止めどなくこぼれ落ちた。気をらんのでなむ、しまぬためな夢、大和石切りやがためどなる。美しく生まれた女だって島のためになるとか、玉の腰に乗って幸せになろうなんて決して夢見てはいけないよ。ただ内地の男たちの慰みになるだけだから。島の女たちに語り継がれてきた歌だ。島の掟に従って総代は志野に遊風外れを命じた。この島では男女を問わず15歳になると遊夫人となって総代の絶対の知識下に置かれる。人手のない少ない貧しい島だけにお互いの体温で温め合うように寄り添い、助け合っていかねば生活はできない。遊夫人の制度はいわばその必然性から生まれたものである。台風の後始末や村外からの客の接待、冠婚葬祭すべて遊夫人会で話し合い、総代の式で行われる。出稼ぎに行くことも留守家族の世話も総代の許可がなくては運べない。遊夫人会には親手という共同作業の義務がある。60歳まで遊夫人で働くことで老後の平穏は保障される。志野は笑いを忘れた女になった。遊夫人であれば男手のない家も魚の配給を受けるが、それもしない。人々は壮大が名でもある志野のことであるから差し入れだけはしているだろうと推測した。その通り壮大はこっそり干物などを届けてやったが、別に誰かが差し入れしている様子なので壮大は人目をはばかって中止した。その差し入れはその後ずっと続く。月満ちて志野は女の子を産んだ。総代はこれからの多くの難儀を忍び抜けるようにと忍と名付けた。孫の顔を見ることも叶わなかった孟子は3日余り寝床に着くと交代するようにひっそり息を引き取った。孟子の今はの願いを受け、総代は志野の夕降り入りを許した。だが一旦夕夫人会の総意に背いて結婚に失敗した女は再び晴れて結婚は許されない。肩身の狭い一生を島の中で働き通して朽ち果てるだけの宿命が志野の人生である。志野は10歳になった。
神様の差し入れは今も続いている。忍ぶ、さあ峠屋で一休みして行こうかの。忍は振り返って忍に明るい声で呼びかけ、使用機を下ろした。おかっぱの忍も自分の手置きを並べておき、岩に腰掛けた。早朝の爽やかな風、汗ばんだ肌に心地よい。ベタなぎの海原はキラキラ光り、その沖合はるかに赤茶けた煙がまっすぐに飴色の空に立ち上っている。諏訪の瀬島だ。忍がやつれた母親の横顔にポツッと話しかけた。カカ様、神様っちゅうのはトトのことじゃなかかの。え、トト？10年も誰とも知れず欠かさず差し入れをしてくれている忍は神様のおぼし召しと考えていた。トトはどうに死んでござる。トトのはずはなか。私たちをあらえんでくださる神様じゃと。そうでなければ10年も私ら親子の食料を恵んでくださるのはなあか。今朝も明かり窓の下に干物と忍のために菓子まで添えて置いてあった。壮大丼でも私たちを捨てた男でもない。村内の誰彼を数え上げてみるが、それらしい人は思い浮かばない。神様じゃと。忍は自分にそう言い聞かせるように手を合わせる。その神様のおかげで、あの絶望のどん底から今日まで生きてこれた。できれば一度でもいい、神様に会ってお礼を申し上げたい。その年の春先のこと、新聞記者として私は島を訪ねた。島の臨時教員を兼ねての取材である。来島して1週間ほどして歓迎会が開かれた。とてっとてっと、てとてとてー。突然本荘の方でラッパが鳴った。夜7時、暮れなずむ日が御岳の峰に残暑をとどめているが、ガジュマルの村は闇に落ち去ろうとしていた。今夜は歓迎会の宴だな。壮大な迎えに来た。会場の学校に着くと島の人たちはほとんど座についていた。教室の2つの仕切り戸を外し、その境に天井からランプが2つ。ランプには五兵がぶら下がっている。清めのお祓いをしたのだと説明してくれた。歓迎会の五兵、清めのお祓いとは。と思いながらも座の勢いでかき消される。正面に客用の畳が敷かれ、島の人たちは壁に沿ってこの日座っている。子供を除いて総数6、70人、ほぼ全島民である。ヤギ太鼓がドドンと鳴った。総代が立ち上がると一同は膝を直した。この度は本校昇格にあたりましては、校長先生にはかかる離党をいとみもなくご着任くださいましてお礼の申しようもございます。また
新聞社の先生におかれましては、遠路はるばるよくぞおいでくださいました。緊張しているのか、総代は思わず鉛が飛び出した。じゃと、私どもは皆一生懸命働いて、一日も早くお国にご迷惑をかけずに暮らしていけるよう念といたしております。この点はどうか内地の人たちによろしゅう先生から申し上げてくださるよう、村民一同になりかわりましてお願いします。総代は汗をふーっと塗る。というわけでございまして、両先生には今夜はどうぞお心気のごくつろぎを。名物の十頭ビールも十分に準備しておりますれば、島の人たちはそれぞれ自慢のだれ飴を膝の横に置いてある。その時、入り口の方でざわめきが起こった。思わず目を見合った。白い鶴が一羽、うわっと降り立ったような華やいた雰囲気が、このぐらいトランプの下に揺らいだからである。真っ赤な着物に白い打ち掛けを羽織って、長い黒髪を背に解き流した女だ。見ようばかり近づいて、篠田。これまで幾度も篠を見た。野良帰りや潮汲みの時、時には浜で男たちに混じって船出しをする姿を見たことがある。いや、いつも無造作な野良着姿だが、伏し目がちで麗しげに隠れるように歩いている。年は27、28、娘のように初々しく見えることもあったが、女の少ないこの島で、この年まで独身はありえない。誰の細工か死にかかったが、見当がつかなかった。何にしても美しい女。それにしても、今夜はまるで平家の上路である。篠は客膳を捧げて、しずしずと私の前まで来ると、つつましく頭を下げた。元取りに御礼をつけている。貧しかもんでおわすじゃんと。揚げた朱塗りの膳の上には大きな丼が一つ、別のお皿には分厚く切ったカツオの刺身、小皿にはタケノコの煮付け、塩辛、日高。先生、今夜は飲み明かしてたまえ。島の人たちそれぞれが自慢のだれ飴を持って献杯に回ってくる。味の違いなど考えてる暇などない。次々に島の人たちがやってくるからだ。もうとにかく潔く飲み干し、暗い挨拶する。座は賑やかになり、ヤギ太鼓が鳴り、ヤギ茶臼が鳴る。一人踊り、二人踊り、やがて豪快な総踊りとなっていった。篠は勤めを寄せて、先生、あたいは一人もんでごわすちゃった。篠は舞扇を持って立ち上がった。どんどんどん、ヤギ太鼓が鳴った。篠は透き通るような美しい声で歌いながら踊り始めた。
踊りが終わり、志野は私の傍らに戻ってきた。打ち掛けを脱ぐと、真っ赤な襦袢だけになった。息づくような形の良い目の隆起がかすかに震えている。先生、踊ってたまえ。座中が静まり、総代が立ち上がった。先生ども、遠慮は入り申さん。踊ってたもれ。志野は今夜から先生のおなごじゃ、嫁ごじゃ。さあ、踊ってたもれ。夫婦踊りじゃ。ただの歓迎会ではなかった。話に聞いた現地妻の結婚式だ。はい。会場の隅の方から異様な目線が差すように私を見るのを感じたのはその時だ。見ると日に焼けた人物そうな顔だが、誰とも話もせず歌も歌わず、献杯にも来なかった。私を拒否して動かなかった、その燃えている目が、壮大の宣言が終わると、弱々しく変わり、男は席を立って、そそくさと出て行った。酔いは半端ではない。目がくらみ、油汗がにじむ。志野が髪に刺している名もらんの強い匂いのせいばかりではない。その匂いを、赤い唇を、黒い瞳を、息づいているかぐわしい肉体を押しのけるよう、私はその場に酔いつぶれた。志野はそれから身の回りの世話に来てくれるようになった。現実妻と言われても指一本触れてはいない。志野の家への神様の差し入れも続いていた。歓迎会の数日後、志野が血相を変えてやってきた。先生、
せつえねえぜ。神様が見つかった。今朝もいつものように明かり窓の下に差し入れがあった。シノは、あ、神様はまたと食料の袋を開けると顔色が変わった。袋の横に鉛筆書きの紙切れが一枚、それに竹籠。差出人の名前はなかったが、竹籠にはシノの少女の日の思い出があった。全校生の遠足の日に行けなかった一二三陽六ちゃんのために、シノが目だけで作った籠に木の実を入れてお土産にやったものだった。あの時ヨモちゃんは怒ったような顔をしていた。シノの少女の日の思い出がありありと浮かび上がってきた。神様、ヨモちゃんは神様じゃと。ヨモちゃん、竹籠の中には100円札、500円札、1000円札など取り混ぜて2万円余り。シノはしばらく呆然と立ちすくんでいたが、はっと紙切れを大事そうに懐にしまって家を飛び出した。ガジュマルの村はまだ暁の闇の中に眠っている。峠を曲がり、ゴロゴロ坂を下り、カラスに荒らされた泡畑を抜けて、いつの間にかシノは走っていた。ヨゴさん、ヨゴロクの家はガランとして人の気配はなかった。シノの胸の中では感動と開墾が熱い塊になってこみ上げていた。涙は止めどなく流れた。ヨゴさん、紙切れには鉛筆でこう綴られていた。おまさんの幸せ祈りながら遠くへ行きます。もうお目にかかれない。今まで誰も知らないほどおいどんは幸せで壊した。遠くからそっとおまさんのことをかもうだけで生きる喜びが壊した。じゃあどう、これ以上はおまさんの幸せの邪魔になると気づきもした。お金はおまさんたちのために貯めたもんで壊す。遠慮のを使って倒れ、遠くからいつまでもおまさんたちの幸せを祈っています。ではさよなら、さよなら、さよなら。シノは胸の紙切れを押さえながらまた走り続けた。白い朝もやの流れる海辺に船出の支度をしているヨゴロクの姿を見つけると、シノは獣じみた鳴き声を上げてぶつかっていった。
横さん。志野が先生、待ってやってくださいと与五六を連れて私の家に来た。与五六は恐縮したまま板の間に志野と感覚を置いて正座したまま動かない。与五さん、志野さんと私とは何もないんだよ。綺麗なんだからどうかどうかご安心を。まさか美しい志野と鈍重な与五六、この男のことは壮大に聞いていた。与五六の両親は諏訪之瀬島から移住してきたよそ者であった。先の壮大が女の身をも憐れんですっぽんだみの庭の上に丸木小屋を建てることを許した。夕夫入りはできない。月満ちて男の子が生まれた。壮大が一二三与五六と名前をつけた。よかか、物事は万事一二三四五六と順序を踏んでいくことが大事じゃ。それもわいなら六止まりじゃ。あんまり上を向いて歩いちゃなよ。この名前はお一二三じゃなかと、ひふみ与五六じゃ。与五六の父親は一年後開口外を取りに出かけてサメに襲われて死に、またけがねに働いていた母親も与五六が11歳の春にふとした風がもとで死んだ。与五六は生まれつきのどもりだ。エソババは腹で御神秘の雷動を聞いたためじゃと診断した。与五六が通りなかったが子供仲間ではドモロクと呼ばれた。それを苦にして仲間から離れ母親のそばを離れなかった。その母親が死んで激しい嘆きが過ぎると壮大に引き取られ、壮大の家で下男のように働いて成人した。与五六は相変わらず膝に拳を置き、うつむいたままじっと動かない。あたいたちの神様は、与五さんでした。志野がむせぶように言った。与五六はかすかに震えて、膝に置いた拳に涙が落ちている。しかし、一度島の掟を破って結婚に失敗した者は島では結婚式を挙げられない。私は何とかしてあげたい、何とか幸せになってほしいと壮大と私は密かに考えた。片割れ月が淡くかかる夜、壮大と私で志野と与五六のささやかな結婚式を挙げ諏訪之瀬島に脱出させた。その夜は珍しく七島灘は泣いていた。鮎色の稲わらに志野、忍、そして与五六を乗せた丸木舟が光る海原に消えていった。潮が生まれるなる、しまうため夢。
山と石切りやがためどなゆる。諏訪の瀬島に落ち着いた志乃は幸せな生活もつかの間、長い間の過労がたたって一年後に胸を病み、夕顔のようにあっけなく死んだ。ヨゴロクは悲しみのため別人のように老いぼけ、すっかり口をきかぬ推しになってしまった。それでも丸木舟で漁を見て、今ではかわいい奉公門の忍がヨゴロクのただ一つの生きがいのようだ。その匂いと香りの治療。今日はどうもありがとうございました。